2009年撮影。オーストラリア勲章を廃用するオーストラリア国王、またはオーストラリア女王はオーストラリアの国家元首たる君主である。イギリス国王が権くらいする。現在の君主はイギリス女王であるエリザベス2世。象徴的な存在であり、実権はほとんど持たないが、総督の任免剣。 総督が女王の代理として採下した法案についての否認権を有している。通常はオーストラリア総督がその職務を代行する。エリザベス2世のオーストラリア女王としての正式な称号はエリザベスザ・セカンド、バイザ・グレース・オブ・ゴッド、クイーン・オブ・オーストラリア・アンド・ハーザ・レルムス・ンド、テリトリス、ヘッド・オブ・ザ・コモンウェルス・カミの音調によるオーストラリア並びに その他の小王国及び諸領土の女王、イギリス連邦の元首、エリザベス2世である。近年、オーストラリアでは、共和制への移行が、盛んに議論されており、近い将来この君主位が廃止される可能性もある。実際、1999年に国民投票が実施されたが、この時には、君主制存続という結果になった。ありがとうございます。